ちは、世田谷ユナイテッド代表の紫藤園正也です。アマチュアとして3年間プレーされて、そこから海外でプレーされることを決めたと思うんですけど、どうしてそれ行こうと思ったんですかね。その時関東一部 JFL、J3 って1個ずつ上がってって、 J3 でもプレーさせてもらったんですけど、で J3 になって、まあ、なんか旗から見たら J リーガーだけど、まあ、僕からしたらサッカーだけで生活できてなくてっていうのが現状で、サッカーだけでお給料もらって生活するのが、まあ、僕の中でプロサッカー選手 J リーガーって思ってたんで、まあ、そのギャップが僕の中ではすごいあって、やっぱプロサッカー選手になりたいな、自分の中での定義のプロサッカー選手になりたいなって、サッカーでちゃんと評価してもらってお給料もらってサッカーだけで生活したいなって自分の中であったんで、でまあ、このままじゃ無理だなと思って、で自分の中で今現状自分の中でプロになれる可能性があるっていうのが、まあ、これは海外かなって思って海外チャレンジすることに決めて。最初どこに行かれたんですか。で最初、夏のウィンドウが2015年のウィンドウが空いた時点でタイに行って、その時ももう本当に一番安いチケットでエアアジアのチケットで行って、1泊500円ぐらい あのゲストハウス泊まってテスト受けて行ってっていう感じだったんですけど。何のつてもなく行ったんですか。まあ、あっちでプレーしてる先輩たちとかがいたんで、まあ、それで、まあ、であっちでお世話なしてくれるサッカー詳しい方もいらっしゃったりしたんで、ここ外国人は空いてるよとか、まあ、ここなら練習できるよみたいなのがあって最初行ったんですけど、でももう全然飛び込みみたいな時もあったりして、まあ、カバン一つで行ってチーム受けさせてほしいんだけどみたいな話してみたいなのもあったんですけど。契約の話とかはちょこちょこ出てきたんですけど、もうなかなか決まんなくて、で最後に1チーム決まりそうみたいになったんですけど、もう移籍期間の最終日で話まとめてたらウィンドウ閉じちゃって、でその夏の期間はもう移籍ができなくて、まあ、それで一回日本帰ってきてって感じだったんですけど。帰ってきてでまた行くわけですか。どうしようかなみたいになってた時に、まあ、ドイツにいる日本人の方から、ここならその行けるけどどうみたいな風に言ってくれて、でまあ、条件も出されて、ドイツの下部リーグだったんですけど、じゃあ僕もうチームないんで行かしてくださいっつって、その時も片道の切符でもう行ってきますって言ってドイツ行って、でまあ練習初日行ったら言ってた条件と全然違って、まあちょっとは出すけど、なんかワーキングホリデーでビザ取って、まあ、ちょっとこっちでバイトしてプレーしてほしいって言われて、いやそしたら自分の中でやっぱサッカーだけでご飯食べるために僕は海外出るって決めてたんで、まあ、そしたら別に相模原いたらよかった話だし、ただ場所が海外になっただけで、まあ、なんか僕の中で違うなと思って、まあ、その話を断りさせていただいて、その時タイもダメで、やっとドイツも行ってきますって言って片道で行ったんで、なんか引くに引けない自分もいて、でもなかなか決まんないしみたいな感じで、でももうお金もないし、僕デュッセルドルフってとこにいたんですけど、もうデュッセルドルフのもうマック行って、もう毎日1ユーロのハンバーガーでもう食いつないでみたいな、そんななんか生活してたんですけど、でももう全然チーム決まんなかったんで、もうダメだってなって、最後もう一番多分当時3万とか4万ぐらいのチケットで帰ってきたんですけど、もうドイツからイギリスのヒースロー行って、ヒースローから香港行って、香港から日本帰ってくるみたいな。3万で行けるんですか。そうなんですよ。もう本当乗り継ぎ乗り継ぎ乗り継ぎで、もう3万とか4万とかで、もう超一番安いチケットで探して帰ってきたんですけど、ドイツが一番苦い思い出あります、正直。ドイツは何ヶ月ぐらい結構行ったんですか。1ヶ月、でも1ヶ月ぐらいしかいなかったと思うんですけど、うん、ドイツに罪はないのに勝手にこう自分の中で苦い思い出があるんで、だからなんかドイツはいつかなんかその思い出を払拭しに、苦い思い出を払拭しに行かなきゃいけないかなみたいな思ってるんですけど。でまたもう一回日本に再度帰国して、はい、それでもまだ諦めきれなかったんですか。そうですね。でももうそろそろやばいなみたいな、その時も半年ぐらいチームなくて、相模原辞めたのが2015年の3月とか4月とかだったんで、3月でもうドイツから帰ってきたのが10月とかだったんで、半年ぐらいチームがない状態だったんで、プロになるって言って仕事もサッカーも辞めたのに全然チーム決まんないし、もうどうしようかなみたいな感じになってて、でも最後その1月にまた東南アジアのウィンドウが開いたんで、もう最後にタイでもうテスト受けようみたいな感じで、これラストチャンスだなと思って、またもうお金かき集めていって、でも全然決まんなかったんですよ。外国人枠とかも全然空いてなくて、あもうこれ積んだなみたいな
感じになってて、もうどうしようみたいな、もうサッカーやめるしかないからみたいな感じになってて、そして今でも覚えてるんですけど、そのバンコクのにあるカフェがあるんですけど、よく行ってたカフェで、アルビレックスシンガポールの当時の社長のコレナガさんって方からいきなり Facebook のメッセンジャーで来て、あゾロ今何してんのみたいな、今タイでチーム探してますみたいな、あうち来てみたいな、8番出世番号上げてあるからうち来てみたいな。それたまたまですよね。はい、もうとなんでか聞いたことなかったんですけど、もう左利きのボランチ欲しいみたいな。もともとコレナガさんとは知り合いだったんですか。僕が大学4年生の時にチームなかなか決まらなかった時に、アルビレックスシンガポールのなんかセレクションみたいなのがあって、それを受けてたんですよね。でその時もプレーいいんだけど、もう左利きのボランチいるから、あの中盤の選手いるから取れないって言われて、でその時からもう連絡も別に取ってなかったんですけど、1年越しぐらい連絡が来た。もう1年どこじゃないです、3年、4年ぐらい、3年ぶり4年ぶりぐらいに連絡来て、でそこでもうシンガポールに行ったんですか。そうです。でその時は、まあ、正直最初はタイで決まりたいと思ってて、でもこうやってあっちから欲しいって言ってくれるってないしなってなって、コレナガさんにお願いしますって言って、もうシンガポールに行ってっていう感じで、まあ、やっとそこから初めてサッカーだけでご飯を食べさせてもらえるっていう環境になったんですけど、今は分かんないですけど、僕の時はアルビシンガポールは寮みたいなのがあって、選手寮が、はい、まあ、マンションをあの何部屋か借りてて、まあ、そこで、まあ、3LDK で選手1人ずつ部屋があって、リビング共有でみたいな感じで、ルームシェアみたいな感じで生活してみたいな。で、まあ、あのアルビ食堂っていうのがあって、でそこでご飯も出してくれるんで、生活できるお給料をいただいて、まあ、家と食事がついててっていう環境で、まあ、そこでやっとプロサッカー選手としてのキャリアスタートしたっていう感じですね。でシンガポールで結局何年プレーしたんですか。1年ですね、ワンシーズン、2016年でプレーして、でその年初めてアルビシンガポールが初めて4つあのタイトルがあって、で4つとも全部タイトル取ったんですよね。もう1シーズンやろうとかっていう。あでももうあのアルビシンガポールはその時のコレナガさんは基本的にもうはもうそこから羽ばたいていってほしいみたいな感じのスタンスだったんで、でまあその1年間よくプレーしてくれたねって言ってくれて、じゃあまあ一緒に移籍先移籍したいのを応援するよっていうのを言ってくれて、で僕ももう外でプレーしたかったんでチーム探してて、タイのチョンブリ FC ってチームがあるんですけど、アジア人のボランチ探してて練習来ないかって言ってくれて、まあ練習行ってて、でもまあなんかずっと先延ばし先延ばしで多分1ヶ月ぐらい練習行ってたんですけど、ずっと先延ばしでなかなか決まんなくて、まあ、したらそのマレーシアのクラブからいきなり連絡来て、その時もマレーシアのサバっていうチームなんですけど、オファーくれて、家と車がついてお給料40万ちょっとぐらいだったんで、まあ、条件もシンガポールの時よりちょっと良くなったんで、でまあ僕も行きたいなと思ったんで行かしてもらったって感じですね。でも初めての日本人選手だったんですよ。サバってあのコタキナワルっていう島があるんですよ。あのボルネオ半島って下がインドネシアで、はい、上がマレーシアの大きい半島があるんですけど、はい、ボルネオ半島っていう、はいはいはい、大きい半島があって、でそこに、2チームだけマレーシアにあって、コタキナワルってとこともう一つサラワクっていうところに2つだけチームがあって、でも歴史はすごい長くて、で僕はそのコタキナワルってとこにあるサバっていうチームにプレーさせてもらって、初めて日本人選手で入って、なんか結構手厚くて半年間プレーさせてした。そうですね。でそっからは夏の移籍のウィンドウのタイミングでタイのチームから、その時ノンブアってチームからもう急にオファー来て、リーグ戦でマレーシアの2部リーグだったんですけど、一番強いチームその2部リーグ で僕ロスタイムでフリーキック決めて、なんか十何年ぶりに勝ったみたいな、そのチームに、でもうみんなありがとうみたいな感じで、もうサッカー選手って気分を一番味合わせてくれるようなとこだったんで、もう新聞も一面になるし、ショッピングモールとか行っても昨日お前ナイスゴールだったなみたいな言ってもらえるような環境で、もういきなりその次の日に、その日の夜かなんかにオファー来たのかな、いきなりオファー来て、まあ、契約あったんですけど、いや 俺まだ契約あんだよねみたいな話してたら、でもお給料 もうその時40万ぐらいから60万ちょっとぐらいに20万ぐらい乗せるからみたいな感じで言われて、で、まあ、僕もタイでプレーしたいっていうのあったんで、で、まあ、クラブに次の日話したら行ってきていいよって言ってくれて、で、まあ、移籍することになったんですけど、移籍に当たるにあたってその契約があったってことは、まあ、そのチームマレーシアの2部のそのチームにもお金は入った、はい、いやその時は契約解除してくれて移籍金を払えないって話だったんで、で、まあ、ブラジル人の代理人が間入ってくれて、
どうしてもタイでプレーしたいんだよねってクラブに話したら、じゃあ契約解除しようかっていう話にしてくれて、かなり理解力がある。いや、めちゃくちゃ理解力ありましたね。まあ僕のこといらなかったかもしれないですけど切りたかっただけかもしれないですけど、その契約解除してタイのチームに行くんですけれども、はい、かなり待遇も良かった。そうですね、まあ、60万超えるぐらいもらってたんで、まあ、めちゃくちゃ田舎だったんですけど、で、まあ、家も終わって車も用意してくれてみたいな感じで、まあ条件的には、まあ、その時が一番良かったんで、もう本当田舎でやることないんですけど、毎回オフのたんびに飛行機でバンコク行ってみたいな感じしても全然あのお金足りるみたいな感じだったんで、1年半契約で行ったんですけど、でその半シーズンでだから後期だからセカンドレグ行ってもう結構活躍したんですよね。で、まあ、僕もちょっと調子乗ってて、まあ、お給料もシンガポールマレーシア耐えてお給料も上がってて、サッカー選手でこう評価されてお給料上げていくのが価値だと思ってたんで、でその時、まあ、フリーキックも3点か4点か決めてアシストもゴールもしてたんで、次のシーズンも2018シーズンかな、僕以外の外人はみんな外国人の選手はみんな切られたんですよ。アウトになって僕だけ残してもらったから、僕も評価されてると思うじゃないですか。だから僕はお給料上げてくれって言ったんですよ、クラブに。もうこんだけやったから、このシーズンこんだけやったから給料上げてくれって言ったら、オーナーボスがむしろちょっと下げたいみたいな、何万か下げたいみたいに言われて、でもお前結構もらってからいいだろうみたいな言われて、ええー、みたいななんでみたいな、いやそもそも契約あるし上がることあっても下がることはないだろうみたいな感じになっちゃって、僕はでずっと交渉してて、したら1ヶ月ぐらいにキャンプ行ってたんですけど、プレシーズンのキャンプ行ってて、でキャンプの2日目かなんかに代理人と監督から、あのお前アウトみたいな、え急に急に違う外国人取ったから、あの枠あふれるからお前アウトみたいな、みたいになって、いや契約あるじゃんみたいな言ったら、いや契約書も書き換えられてて、僕も今もコピー持ってなかったら僕は悪いんですけど、まあ、いくらコピーくれって言ってもくれなかったんで、僕は好きなクラブだったんですけど、まあそういう問題がちょっとあって、移籍のウィンドウが閉まる寸前に切られちゃって、他のチームも行けなくて、だから2018シーズンもこう活躍してガン行こうと思ってたら、いきなり首切られてチームなくてみたいな。最初ずっとあっちでチーム探してて、まあ、違う国も行ってインドネシアとかもチーム探してたりとかして、でもなかなか決まんなくて、その時初めて自分でクラウドファンディングしたんですよね。とりあえず次の夏のシーズンまでチームなかったんで、もうウィンドウも開かないからどこのチームも行けなかったんで、でもどうしようってなって、でまあチーム決まるまでの活動資金をクラウドファンディングしようみたいな感じでクラウドファンディングしたのが一番最初のクラウドファンディングだったんですけど、で一回日本に 2,3 ヶ月帰ってきて、その時もなんか8ヶ月ぐらい結局チームなかったのかな。でもクラウドファンディングしたしチーム決めなきゃいけないのに全然決まんないなみたいな感じになってて、あどうしようみたいな、その時もやばいなみたいな感じになってて、でももうみんなに頭下げてサッカーやめるしかないのかなみたいな感じになってたんですけど、もう本当に最後の最後で、だ2019年のシーズン始まる直前、タイのチームからまたいきなり連絡来て、オファー来て、もう次の日の飛行機で来てみたいな、年末か年始どっちかだったんですけど、でまたタイ戻って2019年のシーズンからタイで2チームプレーしてって感じだったんですけど、3年前よりも多分今の方がもっと行きやすいと思うんですよね、今の若い選手っていうのは。うん、そうですね、情報も多いですもんね、多いし、まあ、僕の周りでもかなり行ってる選手多いんですけど、まあジトロンさんにとってその若い選手が今そうやって行きやすい環境に行くっていうことに対してはどう思いますか？うん、チャンスがあること自体は、まあ、僕はものすごいいいことだと思ってるんですけど、海外行ったらプロサッカー選手になれるみたいな感じは僕はちょっと違うかなみたいなのはちょっと思ってて、結果残したり、まあ、そこのテストとかで価値を示すからそういう契約があるわけで、まあ、言ったら東南アジアってこう外国人への依存度がかなり高いリーグなんで、でましてや日本の方がサッカー的には上って言われてる中で、だからもう完全に助っ人なんですよね。だからもう本当にそのチームの中で明らかな違い見せないと、だから僕もタイの時とかも、この試合負けたらマレーシアか、この試合負けたらクビなとか、タイの時とかも、もう試合負けたら、いやお前らが試合勝たせなきゃいけないんだろうみたいな感じで、でもそんくらいやっぱ責任感もあるし、僕もやっぱ海外行って一人のサッカー選手として生きていくタフさみたいなのはついたんですけど、じゃあ僕はなんかじゃあ月1万円とか2万円とか3万円でプロサッカー選手って言えなかったから、相模原辞めて海外でやっぱちゃんとしたお給料、まあそれ人によって定義違うと思うんですけど、ちゃんと自分でご飯食べれて、ちゃんと家借りれて、家賃払えて、ちゃんと自分で一人で生活できるのが、まあ僕はプロサッカー選手だと思ってたんで、まあもちろん周りの方の支えがなかったら
プレーできないですけど、お給料に関して言えば最低限自分のことは自分でできるお給料をもらえるのが、まあプロサッカー選手じゃないかなって自分の中では思ってたんで、チャレンジする選手とかもやっぱりこう覚悟を持っていかなきゃいけないと思うし、なんか外出たら、日本出たらプロになれるみたいな考えは、まあ、ちょっと違うかなみたいな思いますね。